皆さんこんにちは。私は今鳥取県白兎海岸、白うさぎと書く白兎海岸に来ています。有名な因幡の白うさぎのお話のその舞台となったところだというふうに言われています。皆さんは因幡の白うさぎのお話をご存知でしょうか。大国主の命が悪いお兄さんたちにいじめられた白うさぎを助けて、そしてお姫様と仲良くなりましたと歌にまでなっています。大きな袋を肩にかけ大黒様が来なさるとという歌をご存知かもしれません。その舞台がこの白うさぎを助けた白兎海岸ということになっています。ただ白兎というのは、私は白というのは鳥取県の西側の国、ほうきの国、これ人弁に白いという字を書いて白と言います。そしてその東側、まあ因幡とほうきの境目にある、ほうきの東側にあるから白兎ともともと呼ばれていたのではないかなというふうに思います。ただそれを白うさぎの話と相まって白兎海岸、そんなふうに名前をつけたんだと思います。白うさぎを祀ったこちらにありますような白兎神社、それから白うさぎが大国主に言われたように体を洗ったその池、みそぎをした池ですね。それから白うさぎが住んでいた島、渡ってきた瀬、そういったところがこの辺りにまとまってあります。そうしたお話がずっと伝えられています。因幡の白うさぎの話です。今度は千円札になる北里柴三郎のその親戚じゃない、親戚にあたる人がこの因幡の白うさぎを皇室が宮中の歌会の時に披露した歌がありますわ。それがどうかあったと思います。またそこであれかもしれません。新しく作ったんですね。ワニの背に似たる岩見ゆ鎌ならぬ波の放ちる桁の岬に、さっき言った通り宮中の歌会始めの直題、海辺の岩尾に国語学者の北里武氏は桁の先の情景を読んだ和歌を栄心、入賞の栄誉を受けられましたということですね。まあ ただ池があるからそう言ってるだけなんでしょうけど、こっちはまたトトロみたいなウサギです。おうおう、歌でしょこれ。これ袋になってますわ、これ水が出るとか袋になってます。あ、ほんとね、ほんとね、はい。
うん、はい、もう完全に出雲の形式のしめ縄ですね。房がこう垂れてて、はい、どうぞ。はい、ですね、これ締め縄、これ出雲の形式ですね、はい、こうやって房が間から垂れているの、こういうの締め縄って言うんだよね。だから明らかにアマテラスなんかのとは違うんですよ。アマテラスはここにてるてる坊主がぶら下がってるね、それと全然違うでしょね。